西福寺の墓所、伊勢義盛は平安時代末期の武士で、源義経の老頭。吾妻鏡では、義盛と表記されている。源義経、四天王の一人。伊勢三郎の名でも知られる。出身は伊勢あるいは、上野国と言われる。平家物語では、伊勢鈴鹿山の山賊。平治物語では、上野国で、義経が宿泊した宿の息子としている。源平盛衰期では、伊勢出身で叔母婿を殺害して投獄され、赦免されて、上野国で義経と出会い、一の老頭となったという。義経が鞍馬山を出て、平泉へ向かう途中でその家来となったとされるが、いずれも物語中での話であり、実際の出自は不明。愚管抄では、淡津の戦いで、木曽義仲を討ち取ったのは、義盛としている。吾妻鏡によると、元暦2年3月24日壇ノ浦の戦いで、平家の総大将、平宗盛と息子の清宗を捕らえている。4月26日、平家の捕虜を京都に護送する際、宗盛らが乗る、牛車の前に、有力御家人である、土井実平が、後に、義盛がついている。元暦2年5月17日義経が兄である、源頼朝の怒りを買い、鎌倉入りを許されず、腰越に泊まっていた時、義盛は、頼朝の妹婿である一条、義康の家人と、些細なことから、乱闘騒ぎを起こしている。義経と義康が仲裁に入って収まったが、騒ぎを聞いた頼朝は、義盛のごとき下っ端がおごっているなどけしからんと、憤慨し、一層義経の立場を悪くした。文治元年11月3日、義経と頼朝が対立し、義経が途を落ちる際にも同行する。九州へ向かう船が暴風雨により難破し一行が離散した後、義盛は単独で潜伏するが、伊勢、伊賀の守護である山内須藤常俊を襲撃するも敗れて、鈴鹿山へ逃亡。文治2年7月25日鎌倉方に発見され、斬首、強取された。三重県四日市市川島町の西福寺境内に墓があり、近くに三郎塚がある。ありがとうございます。